今日はカリザベゴムさんのお宅にお邪魔しています。カリザさんは2006年に来日、大学院に通いながら学習支援活動などにも携わっています。今回作っていただく料理はカリザさんのルーツでもあるロヒンギャのフォロタ、インドやバングラデシュではパラタとも呼ばれています。シンプルですが奥の深いサクサクもっちりのフォロタを早速作っていただきましょう。1キロ近くありますね。800グラムぐらいあります。このぐらいで、そんなに最初から力入れず、ただ指を動かすだけで、ここのポイントはやっぱりバーって水一気に入れないで、こんな少しずつ入れて、まあ、こねていく。でそしてすごく強くこねてしまうと硬くなっちゃう生地が、なのであんまり力を入れない、このぐらいの硬さ、柔らかさ、それだけ覚えればいい。これはもう下準備 OK。 隠し味私のいい、火高いんでサラダ油と足してやります。このぐらい、1人分みんなちゃんとなんだっけ、包丁で切っていると思う。私どんなに雑手でやっちゃうじゃん、何でもやって、朝ごはんチャイとフォラタ、砂糖でこうやって巻いて、そしてチャイにダンクしながら食べていました。でそれをまた少し開いて焼くだけ。そうすると畳んだことでレアができますね。水でも飲んでくださいね。暑い、はいはい、外暑いから。大丈夫ですよ。もうすぐ大丈夫です。でこのぐらいの重ねたものをまた伸ばしてるから、畳んだ分のレイヤーが中にできてるんですね。そういうことか。ちょっと形整えて、それでパッと、でこのぐらいできたら、もう皆さん食べに座っちゃってる、お腹もめっちゃ空いてるでしょ。カレーやシチューなどの他にも蜂蜜をかけたり、チャイに浸したり、ぜひ皆さんもお好みの食べ方を探してみてください。カリザさんのお父さんはミャンマーの出身です。民主化運動に参加したことで政府による弾圧・迫害の危機が迫り、隣国バングラデシュへと避難しました。ロヒンギャの人々は数十年間にわたり多くの人々が住む場所を追われ、また命を奪われてきました。混乱の続いているミャンマーでは今も多くの市民の人権が踏みにじられています。同じ世界に生きる一人として、そうした問題を知り声を上げていく必要があるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。